そうです。今回はおすすめのトレーニングシューズを紹介していきます。で、今回紹介していくシューズというのはビッグ3などのバーベル種目をしっかり行いたいという方におすすめで、特にこうどの靴を選んだらいいかわからないというね、初心者さんは参考にしてもらえるといいかなと思います。今回の動画の流れとしては、トレーニングに向いているシューズとその理由、そしておすすめの靴の順番といった形で紹介していきます。まずはトレーニングシューズをしっかりと選ぶ理由から見ていきます。バーベル種目のビッグ3を例に挙げると、例えばスクワットとかデッドリフトであると、しっかりと地面を蹴る感覚というのが重要になってきます。そこでトレーニングシューズに求められることは、この底の薄さ、靴の底が薄いことによって地面と、裸足に近いような感覚で地面を踏み込んだりとか足の力を伝えること、そしてもう一つが、そこにしっかりグリップ力があって滑らないことで、3つ目がしっかりと足関節を固定してくれること、この3つが重要になります。で、足関節の固定というと、テーピングとかサポーターといったイメージの固定ではなく、これ横のズレを防いでくれたりとか前後のズレを防いでくれるといった意味合いです。で、それらの靴をしっかり選ぶことによって、トレーニング中の怪我というのを防ぎやすくなります。逆にトレーニングに向かない靴を挙げると、エアマックスとか、ナイキのエアマックスイメージしてもらうと、この靴底がすごく厚くなっていると思います。で、ああいった靴を履いてトレーニングしてしまうと、地面と床の距離っていうのがかなり大きく空いてしまって、足裏でしっかり蹴る感覚であったりとか、このクッションが入っている分、少しこの揺れが起こりやすくなったりとか、歩行には向いてたりはするんですけど、バーベルトレーニングには向いてないといった一面もあります。なので、今回紹介していく靴というのは、まず大前提として、しっかりとグリップ力があること、そして底が薄いこと、そして足首の安定性が高い、足をしっかりとサポートしてくれること、この3つを考えた上で、さらに買いやすい価格帯の靴を紹介していきたいと思います。まずはこれ右からおすすめ順で並んでるんですけど、まず一番おすすめはこのナイキの、ちょっとね、もうだいぶ使ってしまって汚くなってるんですけど、このメトコンという靴がおすすめです。で、ナイキのこれはメトコン4という靴なんですけど、今は5、6までシリーズが出てると思います。で、ナイキのメトコンのおすすめの点は、まず一つが、この聞いてもらったら分かると思うんですけど、しっかりと底が硬いことです。で、あとはこのかかとにちょっとしたこのホール、しっかりかかとを支えてくれるような形状にもなってるんで、これ非常におすすめです。で、僕自身はこのメトコン履いてトレーニングしてた時っていうのは、中敷きは抜いてないんですけど、中敷き抜くことによって、より一層この靴底を薄く感じたりするので、足裏と地面の距離が近く感じて、履いてもらうことができるんで、それもおすすめです。で、今実際中敷き取ってみると、これぐらい分厚さがあったりするんで、これ取ってあげてトレーニングするのもおすすめです。で、サイズ感で言うと、これが20、僕が普段履きのナイキが 27.5 とか27センチぐらいなので、メトコンに関しては普段履きぐらいのサイズ感がいいかなと思います。で、そこもしっかりグリップも効いているので、どのトレーニングにも対応できるような、おすすめの一足です。これ今ナイキのメトコン4をネットとかで見るとすごく高いんですけど、アウトレットとかそういった場所で見つけることができると、割と3000円4000円で売ってたりするんで、あんまりネットで買うことは僕はおすすめしないかなと思います。で、メトコン今のメトコン5、6はちょっと、あれなんですけど、4に関しては、ネットで買わないようにしてください。じゃあ続いておすすめ2番目、ケンさんですね。結構これはトレーニングされている方は知ってるという方多いんですけど、このケンさん、とび職の仕事 であったりとか、そういった現場関係の仕事がされる方 のワークマンで売ってる靴です。で、ケンさんのまず一つ目の、いいところは、値段がね、確か700円ぐらいです。もうすごく手軽に買えるので、これおすすめで、であと底のこのグリップですね、ここがすごく強烈に効いてます。なので、本当にお買い求めやすくて、しっかりグリップも効いてていい靴なんですけど、で、底もしっかり薄いです。薄くて、で、軽い、何より軽いので持ち運びも便利ですね。ただ、1個難点があって、ここ靴紐がついてないです、ケンさんは。
で、これって脱ぎ履きしやすいようなメリットがあるんで、まあそっちを取ってもらう方は全然 OK なんですけど、これは横の動きに対して非常に弱くなってしまいます。ここ結構ね、ケンさんはこの辺ぐにゃぐにゃやったりするんで、まあ例えばデッドリフトとかまっすぐに足を押し出す系の種目であったら全然大丈夫なんですけど、スクワットで例えば少しこうつま先を外に開いた状態でこっち外側に体重がかかってしまったりすると、靴がぐちゃって潰れる形になったりとか、内側をそうですね、ぐちゃっと潰れる形になりやすかったりするんで、そういったこの、まあ、前後の方向に対してのグリップとか、履いてる感じっていうのはすごくいいんですけど、この横の動きですねに対しては非常にこの腱さん不安定になりやすいので、スモーデッドリフトとかちょっと、広めのスタンスでスクワットしたりする方っていうのはあんまりこれは向いてないかなと思います。まあ、ただ、700円ぐらいなので、非常に買いやすいのと、あとは、軽くて持ち運びやすいのと、まあ、最低限というかかなり強いグリップがあって、そこも薄いのでおすすめです。でこれは普段履きの靴から、1センチぐらい小さめ買ってもらうことおすすめです。で中敷きは抜いてないんですけど、中敷き抜く場合は、もうさらに 0.5 から1センチ落としてあげてもいいと思います。で最後、レスリングシューズですね。でこの商品はナイキのスピードスイープという商品なんですけど、以前多分翔さんも動画にされてたかなと思います。で、これ自体はまあおすすめ、一番おすすめはこの右からメトコン、ケンさんレスリングシューズって言ったんですけど、まあどちらかというと今のおすすめ順は初心者さんに向けておすすめの順で、トレーニングこうしっかりされている方であったりとか、まあ、だいぶ慣れてきたという方はもうこっちがレスリングシューズがおすすめかなと思います。で、まあ、その理由としては底がもう段違いに薄いです。もうこれ僕中敷き抜いて履いてるんですけど、こっちとこっちと比べてもやっぱしっかりと、底が薄いので足で地面を踏む感覚があったりとか、でここ靴紐がねここ細かく足首まであったりするんで、まあ、足の動きをしっかり固定してくれたりとか、あとはまあケンさんであった横の揺れも、しっかりとサポートしてくれます。で前後ももちろん強いですし、トータル的には、まあ、僕は今一番これが好きで、かなりトレーニング、まあ1ヶ月ぐらい前に買ったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってます。このスピードスイープ自体は結構サイズ感が小さく作られてます。なので普段履きより1センチぐらい大きいサイズ買ってもらったりとか、あとまあ中敷き抜く場合は 0.5 ぐらい、大きめかちょうどぐらいのサイズで履いてもらえるといいです。結構僕もこれ足横幅広いタイプなんですけど、まあしっかり中敷き抜いても問題なく履くことができてるんで、うん、この靴が 27.5 ですね。だから中敷き抜くので普段履きと同じぐらいでサイズ感で買いました。で今これがレスリングシューズが一番僕おすすめと言ったのに、なぜ初心者さんにはこっちをおすすめするかというと、まず1個が値段帯で、これはまあ大体ね8000円ぐらいします。7000円ぐらいかな、8000円ぐらい、まあ、約7000円から8000円します。でそれに比べてこっちは3、4000円であったり700円であったりするので、まずはこのトレーニングに向いてるシューズっていうのにを買ってもらうのに最適かなと思ってこっちをおすすめさせてもらってます。あとは、レスリングシューズっていうのは結構ねこの靴紐が多かったりするので結ぶのがめんどくさいとか荷物の傘になるっていうところもあるんで、そういう意味でもこっち初心者さんはまずこっちがいいかなと。でトレーニングをねどんどん続けてるとね、もうめちゃくちゃ大きいリュックを持ったりしてジムに行くようになったりすると、別にこんなんね入れてもらうのは難なくできると思うんで、問題ないと思います。これらの靴を履いてもらってしっかりこうトレーニングする上で、あそこが硬い靴ってこんなにいいんだとか、しっかり足支えれたりとかグリップがあることですごくトレーニング、自体が安定するなと感じたら、まあ、そこからこっち行ってもらったらいいかなと思います。まあ、一応トレーニングギアっていうのは僕そのエルボースリーブとかニースリーブとかは初めから結構いいのを買った方がいいよというね動画を前出したんですけど、別にシューズにおいては先にこっちから買うメリットっていうのを分かってもらった方がいいかなと思います。で最終的にはやっぱりこう個人差によって変わってきたりはするんで、まあ、まずはそのお試し価格であって、でさらにコスパもすごくいい、性能もいいね靴なのでこっちから履いてもらうといいです。
でちなみに僕もトレーニング歴でいうと結構長くてもう4年以上や4年5年ぐらいかなやってると思うんですけど、それまでねずっとこの2つ使ってて、で1ヶ月前ぐらいにこれをようやく買ったぐらいなので、もう全然こっちでも大丈夫です。で、ちょっと番外編になるんですけど、もう一個スクワットシューズというのを、紹介していきます。でスクワットシューズはまあもう名前の通りスクワットをするための靴なんですけど、もうかなりねこれは個人差があったりします。まあこれかかとが高いことによって足首が硬い人しゃがみやすかったりとか、あとはねスクワット中にしっかり膝が前に出せない人っていうのはスクワットシューズ履いてもらえると、膝が前に出やすくなってしゃがみやすくなります。でまあよくスクワットでね膝を前に出すなっていうのは、あれは別にね僕は正直合ってるとは思わないので、それ解説した動画も出してるんで、よければそっちを見てもらえたらなと思います。でスクワットシューズのメリットはもう底が硬いことですね。もうかなり硬いのと、あと横しっかりやっぱりサポートしてくれてるんで、スクワット時のこの横のブレとかを補助してくれます。で今回僕が紹介してるのがこのイノベイトっていうね靴のファーストリフト335っていう靴です。結構ねこのかかとの高さとか、今ね日本で買える、今日本で買いやすいリーボックとかのリフティングシューズが買いやすいと思うんですけど、それよりかかとがちょっと低いです。まあ、かかとが高すぎるとね逆にこう重心が前によってこうしゃがみにくくなったりもするんで、まあこれは程よい高さであったりとか、あとはね結構足幅が広い設計なので日本人向けのシューズでもあるかなと思います。でとにかく軽いです。これもすごく軽いんで、結構そのスクワットシューズ探している方はこのイノベイトのファーストリフト335はおすすめです。で、Amazon とかネットとかでは買えると思うんで、もしリンク見つけたら概要欄に貼っておきますんで、よければ参考にしてもらったらいいかなと思います。以上がおすすめのトレーニングシューズ紹介になります。まあ別に今回ねそこの薄さとかいろいろ喋ったんですけど、まあお気に入りのものがあってそれを履いたらこうモチベーションが上がってトレーニングに行けるっていうね、まあきっかけになるのであれば全然好きな靴履いてもらって OK です。まあトレーニングシューズってね決してデザインがかっこいいものって、まあね、ケンさんとか見てもらうとちょっとあれねよくわかるんですけど、かっこいいものって少なかったりはするんで、まあそういったものでもしジムに行くテンションがかっこいい靴を履くのであればもう全然気にしなくて OK です。まあただトレーニングに向いてるいい靴を履くことによって怪我のリスクっていうのを減らすことができるんで、そういった意味でもやっぱり僕は買ってもらうことをお勧めします。その他にも初心者さん向けのリストストラップの巻き方とか、ベルトの巻き方とかもいろいろ紹介している動画を、概要欄に載せてますので、よければそちらも見てみてください。では今日はこれで終わります。